皆さんこんにちは。本日はお金に関するご質問にお答えしていきたいと思います。前回お金の管理についてお話ししたんですけれども、ちょっとご質問をいくつかお金に関していただいたのでお答えしていきたいと思います。はい、まず1つ目、投資をしているか気になりますということなんですけれども、結論私は投資はしてません。でも多分そう株を買ったりとかっていう話だと思うんですけど、まあ、月々2万円ずつイデコで積み立てをしていますが、それ以外は全然やってません。でイデコも国内と海外は半々くらいかな、シェアが。なんかその私が入る時ってアメリカ株が強いって言われてて、結構多分アメリカ株に大幅に振ってた人とか S&P とかに振ってた人もいると思うんですけど、私は結局日本の株も応援したいと思ってるので、まあ、半々で持っていて、今でも10万円くらい利益出てるのかな、わかんないですけど、でも始めて多分まだ1年とかちょっとなので、まだまだこれからって感じですが、積み立て方はやってますが、そういうトレードとかは全然やってません。続いて、お金の使い方上手そう、どんな風に予算を立てているか知りたいですっていうことなんですが、予算はそんな立ててなくて、だいたい月々このぐらいだったらいいなぐらいな感じで、もなんかおおよその毎月こう帳簿つけてると、まあだいたい例えば食費月4万5万だなとか、なんか分かってくるじゃないですか。だからやっぱりその範疇には収めようと思いますね。なんかやっぱいつも使ってる金額より上を超えると、こうあちょっと今月使いすぎだなとか、なんだろうな、例えば旅行に行ってそっちでお金使ってて、家にお家にいないから料理しなくて食費は少ないけど旅行代は高いみたいなパターンもあるじゃないですか。でもこう例えばゴールデンウィークでずっとお家にいますみたいな、コロナの時とかみたいに、でもそれってお金見て大きいお金、旅行とかの大きいお金は出ていかないけど、お家にいる食費は上がるみたいな時もあるので、そのあたりは結構バランスを見ながら、まあ、全体ね、まあこれぐらいが例えば給料の8割で支出を抑えたいなとかはありますね。例えばボーナスとか臨時で入った時に、それは例えば 50% 貯金 50% 使っていいみたいなのを予算を振りかけたりします。でも基本的にはなんか自分の中できっと皆さんこう、雲がいた、まあいいか、貯蓄を1000万にしたいとか、500万貯めたい、100万貯めたいとか、いろんな人がいると思うんですけど、やっぱそういう目標を立ててそれに向かってちょこちょこ積み立てていくってすごい大事だと思ってて、別に目的何に使うかとか目的を明確に決めるってよりは、まあ、なんかこういう風に貯めたいなっていうぼんやりとしたでも目標があると、なんか全部貯金したらつまんないし、だから例えばなんかボーナス使いすぎちゃうっていう人とかは、月々の積み立ての分は別でちゃんと貯める、でボーナスの我慢で、ボーナスが入ったらじゃあ半分、例えば30万ボーナスが入ったら15は使えるから15は貯金で、15で10万円のバッグ買うみたいな、で我慢すれば嬉しいから大事にするし、なんかちゃんと買う時も本当にこれでいいのかって考えたり、衝動買いしないとかあるので、なんかそういう使い方の予算の立て方が私の中ではいいかなと思っています。続いて、夫婦でのお金の管理方法、生活費の支払い、貯金などどっちの給料からするか知りたいです。夫婦の財布って同じ、あと一緒にする派か別にする派か分かれるじゃないですか、うん、こう私の母の世代とかだと、もう父がお金をボンって入れて母がやりくりするみたいな。今の時代は共働きの人が多いので、私は財布は別でいいと思ってます。で、結局生活費の支払いとかも、家賃は旦那さん、光熱費スーパーは私みたいな感じでやってます。で、一番いいなと思うのはやっぱそのやり方で、こう例えば月々20万ずつ入れて、その共通の口座から家賃引き落としましょうみたいな人もいらっしゃると思うし、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、私は結局その口座から何が出ていってるのかが見えないじゃないですか。あとなんかこう際どいもの、2人で使うんだけどどちらかというと私のものとか、どちらかというと旦那さんのものみたいなものもあるじゃないですか。その場合ってどっちのカードで切るみたいな、自分のカード、こっちのカードみたいな、なんか面倒くさくないですか。だったらもう割り切って、こっちはこっち、例えば給料が、例えばですよ、私が、まあ、300万だとする、で旦那さんが900万稼いでます、で単純に、3対1かだから、まあ家賃とか大きいものは旦那さんが払ってくれる、で300万円の私、1の私は安いスーパーのものとかそういうものだけ払う、で年収、例えば私が500万に上がったらその比重って変わると思うし、どんどんこうつり、バランスを取っていくのが大事だと思ってて、俺が全部出す、その代わりになんか、なんだろうな、家事は全部やってくれみたいな、なんかパターンとかだと、こうどうしてもお金出してんだからやれよっていうのと、
働きながら家事全部やるの大変なんだけどっていうのが不満が多分ぶつかっちゃうので、こうバランスをとって、なんか初めから何割何割決めて、で、あの、まあ、年齢とかね、あの収入とかあると思うので、男女の差で。で、それを元にこう生活費を割り切ってこう出す。で、お財布は別で。自分の欲しいものは買う。干渉されないっていうのが私は一番いいかなと思うんですけど、まあ、これはでも夫婦によりなので、まあ、おすすめは分けてもいいと思います。その方が楽です。自分の好きなものも買えるし。はい。続いて、おすすめの資金運用についてお願いします。とさっきも言ったんですけど、私本当に投資とかしてなくて、株もなくて、まあ、金は買いたいなと思ってるんですね。どこで買おうかなっていうのと、あと保管方法が盗まれたらやだなとか、なんか狙われたくないなみたいなのもあるので、ちょっと考えてます。でもちょっと私は参考になるようなあんまり資金運用はできてないので、ちょっとごめんなさい、あんまちゃんと答えられないです。はい。続いて、交通系支払いはされてますか？スイカとか、あの、まあ、スイカもちろん定期でピッて使うんですけど、で、精算をほぼしません。なんでかっていうと、使ってる感覚がなくなるからです。会社からもらってる交通費も含めてこう手取りになっちゃってるので、こうなんだろうな、スイカならチャージしてもいいみたいな、なんていうの、移動手段だからまあいっかってなっちゃうんですよ。で、あの、今私の携帯のアプリでパスも入れてて、で、あの、これってクレカで勝手にこう、あ、なくなったって思ったら、あの、自動でパッてチャージできるじゃないですか、その場で。今までって、あの、わざわざ乗り場のところまで行ってカード入れて千円札を入れて、現金しかダメなんだそこで、例えば1万円とかチャージして、あ、1万円チャージした、もうこれ1万円と同じだから、価値が、カードが。だからそれをピッてやって、あ、またなくなっちゃった、ちょっと使いすぎてるなみたいになるじゃないですか。でもこれって今いくらアプリをでこう課金したかが分かりづらい、なんか普通にもうクレカ切ってるみたいな感じなので、これで例えば食事とか駅のラーメン屋さんとかって、結構お蕎麦屋さんとかってピッてできるじゃないですか。ああいうので切っていくと、多分だんだんお金の感覚がなくなってきて、まあ1000円だからいいか、まあ1000円だからいいかの積み重ねで意外と使ってるみたいなことって結構あるんですよ。だから私は基本使わないです。はい。貯金方法が知りたいですことなんですが、貯金方法は私大学時代めちゃくちゃバイトしてて、でそんなに大きいお金使ってなかったから、まあ、実家だったし結構貯まってたんですよ、もともと貯めてたんですけど、深夜の時も実家だったので、で疲れててほぼ遊びにも行ってなくて、今よりも本当にお金が貯まったんですよ。一人暮らしを始めたらお金がやっぱ減るじゃないですか。でその頃私収入今よりも多分150万は言い過ぎか、でもそれぐらい低かったんです。そのジムで入ったので、中小企業だったし、ものすごくこうカツカツの生活を初めてして、なんかお金って大事だなってすごい思ったんですね。で食べといてよかったなと思ったし、だからそこから大きい金額は貯金できないけど、でもコツコツでもいいからやっぱり貯める意識は持とうって思って、なんか買う時に本当に必要なものかっていう思ったことと、あと結構毎日は手帳を見てるので、今月これぐらい使ってるから、まあちょっと今日スタバ行くのやめようとか、自分の資金を知ることでこれは我慢しようとか、まあこれは今家でやればいいかなとか、コーヒーも家で入れればいい、帰って入れればいいかとか、ちょっとした我慢が結構大きい金額につながっていくなって思ってて、だから私はそういうスタイルで貯金はしてますね。本当に月10万絶対食べようとか、年間絶対100万貯めたいとかっていうのはあんまなくて、なんかまあ入ってきたらボーナスが半分は貯金で半分は使おう。で我慢しすぎるとどこかで爆発するんですよ。なんかもう、あ、私こんなに我慢してるんだから、もう100万円のバッグ買っちゃおう、それは言い過ぎですけど、100万円のバッグ買っちゃおうみたいな、バーキン買っちゃえみたいなってなっちゃう可能性もあるので、やっぱちょこちょこ発散し、貯めるときは貯める、忙しいときとかは使わないのでっていうのを繰り返していくと、自然にちょっとずつでもいいから、こうちりつもで貯めていくのが一番かなと思います。はい、以上私のお金の談義でした。質問いただいた方ありがとうございました。インスタグラムでまた何か質問などあればぜひ答えていきたいと思うけどので、コメント欄にお願いします。では良かったなと思ったらいいねやチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。